そうほんあのなんか、<laughs> この間、の恋17見に来ていただいた方はすごく驚いたと思うんですがあのいつもね、えーと、東京アイドル劇場オリジナル公演ってすごい長いセリフですごい言ってたんですけど今年はあ今回から東京ガールズプロジェクトっていうねなんか、えー、とグループ名になりました。 で、その東京ガールズプロジェクトの中の一つが恋をするなら17歳でっていう感じです。<laughs> 説明できないけど。なんか、今まで東京アイドル劇場オリジナル公演のなんとかなんとかって言ってて、すごいそれが、あのー、<laughs> ちょっと待っててください。え、ちょっと待って。ママ、はい、すごく聞こえてるよ <laughs> めっちゃ聞こえてるんだよ <laughs> はい、えー、待ってどこまで話してるか忘れちゃった「東京アドルファ劇場」って長い長いと言いにくいねって言ってたので徳さんが考えてくれた「東京ガールズプロジェクト」っていうのになりましたあなのでえっ、ー、といつもね「ハッシュタグ、えー、と恋17」だったんですが、まあ、恋17で大丈夫か えっと、新しいハッシュタグで、東京 g p っていうのになりました。あの、もしね、あのー、イベント見に来ていただいて、えっ、ー、と、写真とかね、アップしていただいたり、あの、感想とか、あの、書いていただいた際は、東京 g p と、ハッシュタグ、東京 g p と書いていただけると嬉しいです。これ、逆、逆ね、東京ガールズプロジェクトだから、 えー、東京はそのままでガールズの G とプロジェクトの P だから東京 g p そうみんなでね練習の時に「ハッシュタグ何がいいかな」って言ってて本当はねずっと TGP にするみたいな話になってたんですけどえっ、ー、とうーんってたくさん考えて東京 g p っていうハッシュタグになりましたイェーイ <laughs> はいえっ、ー、となんとですね あうん <laughs> なんとえっ、ー、と今夜、えー、今夜10時からえっ、ー、と,と何月だ1月のあ違う1一月の19日のチケットが発売になりますはい <laughs> えっと実はですねえっ、ー、と,と5日はあのテスト前とかであの一応中3なのでねテスト前で出られないので えーとーんと11月の19日はね出られるので、えー、出,る出るのでぜひ来てくださいあのまだ、あのー、詳しいあの時間とかははっきりしてないんですけど、一応ね、チケットが今夜10時から発売になるので皆さん、ぜひ来てくださいイーい <laughs>、たまにしかね出られなくなっちゃうんですけど、受験が終わるまで。 <laughs> なので皆さんぜひ来てください。イエーイ。はい。じゃコメント見ます。えーと、うーんーと。あ、コンタレックスさん、こんばんは。今日残業なくて帰ってよかった。あー、ありがとうございます。あの、前回のね、配信来れないって言ってたのでありがとうございます。と、アキラさん。あ、アキラさん、こんばんは。楽しみにしてたよ。イエーイ。いやーなんか、 だだんだん皆さん来ていただいて嬉しいですジェリーさんうん聞こえてるほらねえマん聞こえてた七瀬さんあ七瀬さんこんばんはありがとうございますえー、っとあきらさん了解東京 GP ねあそうです絶対ねあの写真とかね感想とかあげていただく際には東京 GP でお願いしますいやなんかね 東京ガールズプロジェクトって意外とね、アイドルさんでいそうな、なんかチーム名なんだけど、意外とね、いないんですよ、東京ガールズプロジェクト。<laughs> 不思議なぐらい。なんかいそうじゃない東京ガールズプロジェクトって。でもね、いないんですね。だから、東京ガールズプロジェクトになったみたいです。<laughs> いやー、なんかね、ワクワクします。<laughs> そう、なんか説明とかもすごいしやすくなったなって思います。 えっと、のりかさん。お、のりかさん、こんばんは。ありがとうございます。ななせさん、この前の公演楽しかったよ。ありがとうございます。この前の公演は、えっ、ー、と、二人、新メンバーとして加入しました。いやー、<laughs> あのー、野田ー奈さん。一人は野田ー奈さん。もう一人は、えっ、ー、と、荒井せなちゃんです。新井せなちゃん。 野田玲奈さんは前あの違うアイドルグループですごい活躍されてていやなんかこの間の物販、本当に半端じゃないぐらい人がすごくてなんかいつもは1、まあ、列ぐらいできるぐらいだったのにこの間は蛇になってた、こうやって。<laughs> みんなで ポカーンってしながら見てました。もう、野田れいさんの列みたいな感じでできてて、すごかったです。<laughs> そう、私たちもね、あなれたらいいなって思ってました。<laughs> いやー、あんなに賑わったの初めてじゃないかな。で、しかも、えっ、ー、と、外にもね、行って、あのー、いつもね、時間は余裕で <laughs> 余るので、 あの、そんな外とかで、なんか、あ、物販間に合わないみたいなことはないんですけど、こないだ、物販で、あの、次のアイドルさんが来ちゃうっていう感じで、外に出たりとか、わあなんかすごいなって思ってました。<laughs> はい。<laughs> えー、私も慣れたらいいなって思います。よしろ、うんまあ、白熊さん、こんばんは。ありがとうございます。イエーイ。よし。猫さん。 アイドル、アイドル劇場も東京ガールズプロジェクトもどちらも長い、ど同じくらい長いけどいや、いや、違うの。わかる東京アイドル劇場のオリジナル公演ってなんか言うと、んんってなるじゃん。でも、<laughs> ちょっと待って。東京ガールズプロジェクトだと、 あなんか、ああ、こういうアイドルなんだなってなる。でも、東京でいうと、オリジナル公演だと、なんか、うーんー、<laughs> なんだ公演だと、ちょっと違うの。<laughs> まあ、そう。わかりやすくなったってことにしといてください、猫さん。<laughs> あの、説明できないからあの、説明はみゆさんにしてもらってください。他のメンバーに任せます。<laughs> やだー。まささん、5日買ってしまいました。ええー そっかーでもねいつか出られないんですよーあでもね他のメンバーが出るのでぜひ来てくださいいやー今度5日のメンバー誰なのかな私もちゃんとまだ把握してないんですけどでも確か5日も5人ってや,やります <laughs> いやあマサさんもっとね早くね伝えることができたらよかったな猫、ね、さんおお ロロロロ。あえ、ロロロロってなんだお、お、おろおろおろろわかんないわ。猫さん教えてくださーい。な、なんだロロロロって。えっと、のりかさん。YouTube でまなみちゃんの歌見ました。おありがとうございます。いや、なんか最近結構なんか YouTube を見てきていただく方が多くて、あの、なんかたまに、えっと、 なんだっけあ恋17の YouTube を見てあいいと思ったので来ましたって言っていただける方が結構いたりとかしてすごい嬉しいんですよねいや,やっぱ YouTube の力はすごいよ <laughs> あのいろんな方があの YouTube をアップしてくれたりあのあのアイドル劇場でもの方でさんの方でもあの出していただいていろんな <laughs> そ,うそれで結構見て あのすごい良かったので来ましたとかあと結構曲につられてくる方多くてなんか僕の世代だから来ましたとか、あのー、これを作ってくださったつンさん,ンさんもうそ,のそういう世代の人に来てもらえたらなあのそ,その曲に連られてきていただいたらいいねみたいな話を最初してたのでいや本当にそういう人がいるとすごい嬉しいです。あと ショールームあ、ショールールムからも来ていただいたりとか <laughs> すごい嬉しいですいやー本当にえーやっぱ YouTube の力はすごい <laughs> いやー嬉しいですね YouTube か見てきましたって言っていただけるのはそれで何回も来ていただいたりとかするとねいやーすごいってなりますデミ <laughs> さんいつか出ないんだあーそうなんです <laughs> いつかね、出れたいなテスト前だからそう2学期の、ね、期末って本当に重要だから <laughs> あの今度、えーと、なんだっけ、名前が出てこない、えー、と教育相談三者面談があるんですけどそれで、まあ、この高校に行くにはもうちょっと頑張った方がいいねとかあここは余裕だねって言われるかがわかるっていうわ <laughs> いいかりますね。 そうだから今度の気持ちはこれくらいなんか今これくらいの成績だからじゃああとこれくらい頑張ろうねみたいな多分そういう話になると思いますそろそろ先生も高校決めなきゃねってみんなに言ってます <laughs> えーと山田さんこんにちは子供ですかはい子供です <laughs> 中学三年生です。ありがとうございます。はい、中学三年生の十五歳です。あ、待って自己紹介作ったよね私。作ったよねっ。じゃーん。中学三年生十五歳の池上真由美です。よし。あ、そう。なんか後ろにね貼ろうかなと思った。だよね。んよし。 実はね、今日ね、時間がなくてね、ハロウィンのことが何もできなかったっていう。ここあ、ここだな。あって、見えなくないこれ。やめよう、やっぱ。<laughs> やめた。はい。えー、っと、のりかさん、とても上手ですね。ああ、ありがとうございます。いや、すごい嬉しい。あのー、なんか私、最近なんか鼻炎がひどくて、なんか、 たなんか鼻炎がひどくてなんかわかんないけど <laughs> あのー、すごい鼻が詰まってるとね歌えないです、たまに。そうなんか私、激しくてその鼻水が出る人出ない日がでこの間の本番も鼻水の調子も100%だったしなんかん声の喉の調子もすごいバッチリであのー、すごいねあのー、気持ちよく歌えたんですよ。 あの特にえっ、ー、とー今、あの私、東京アイドル劇場の、えー、と東京ガールズプロジェクトの「恋をするなら17歳」で9曲歌ってるんですけどその中の2曲目の「ラブ・イザ・メロディー」っていう何だっけ、誰が歌ってるのかな「ラブ・イザ・メロディー」っていう曲があるんですけどその「ラブ・イザ・メロディー」って曲はすごい結構高いんですよ、その音程が。 で、その音程が高いからあのー、なんか結構しかもは踊りも結構激しくっていっつもねあのー、あ,ーあーってたまに辛くなるんですけどこの間はねすごい調子がよくて全然あの、歌っててすごい気持ちよかったですそうだからねこの間ね気持ちよかった歌ってて <laughs> そう、高い音がピーンって出てねすごい気持ちよかったです キャラメルタワーさん、おこんばんは、星99個投げてほしいですかんこんばんは、星99個投げてほしいですかおやったー !99 個だって、イエーイお願いしますっていうかさ、<laughs> 欲しい星99個投げてほしいですかってさ、これ絶対さ、意識してるよね。<laughs> 絶対ダジャレだよね、これ。 え待ってこれ明日で学校使ってみようこんばんは星99個投げてほしいですかって <laughs> 待って私これ本当使ってみようかな学校で何しようかな昨日待てどうしようかなあ待って,ー待って星のペンダント欲しいとか <laughs> ちょっと待って寒いから見ようえっ、ー、とマサ、ま、さ,さんいやー、ま、なみん 学びん列も長かったですよ、ね、ちょっとお世辞やめてください <laughs> そうなんかね特に午前中すごいねそう午前中もすごかったし野ダレーナさんのファンがいやさすがだなーって思いました <laughs> あとパフォーマンスの仕方とかがすごくうまくあのすごくていやー見習わなきゃなって <laughs> 思いますいやほんとにすごいなんか練習の時も すごいまとめてくれるし。いや、なんかすごい <laughs>。本当に。シルクさん、あ、シルクさん、ただいまなみん、やったー、ありがとうございます。ただい、ただいまなみん、イェーイ。<laughs> あ、マサさん、だるまじゃっこ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ございますいやー、だるま、すごい、本当に。あ、なんか、この間。なんか、あのー、ま、なんだっけ。 あの1部と2部の間にみんなで話してた時になんか AKB のってすごいよねみたいなショールームの AKB ってすごいよねって話をしててあのこの AKB のショールームとかだとすごいなんか1万円のタワーを投げる人がいるっていうのを聞いてびっくりして「<laughs> えっ、ー、そんなの投げるの?」とか思ってびっくりしました。 いやー、ショールームで、ね、課金で1万円はすごいなって。<laughs> なんかこういうタワーかタワーがあるみたいで、そのタワーを投げて、投げ、そのタワーがその1万円だっけするって。え <laughs> い ?1 万円みたいな感じですごい驚いてました。<laughs> どうでもいいって感じだ。えー、っと。 アキラさん、得点会でワナなみんすもできてたよ。いやいやいや、できてない、できてない。<laughs> っていうかね、この間ね、あのもうあこの間というか、いつもそうなんだけど、なんか、時間がちょっと余るじゃないですか、余るというか、取ってないメンバーのことをおすすめするために、あ池上さんいませんかみたいな。 ことをあのしていた,だけるいただくんですけどその時になんかあの「池上さん」って言われてあの「撮るんだと思って行っちゃうんですよ <laughs> で」で行って「あー違った」って言ってごまかして帰っていくみたいなのが <laughs> 結構多くて。 ああののさんと共感ししてました <laughs> ああの池上さんの方いませんかみたいな感じで言ってるんだけど「池上さーん」って言われると私が呼ばれた感じで行くあの呼ばれた感じで聞こえるので「はーい!」とか言って行 <laughs> っちゃってで誰もいないからああのー、あの何もなかったこのように帰っていくっていう <laughs> それがだんだんねちょっとうまくなってきた気がする <laughs>。 えー、猫さん、19日のこと、おっと打ちたかったのが、ロに。<laughs> ちょっと、間違えないでね。<laughs> なるほど。え、でも、おーロになるのが逆にすごいな。なるほど。<laughs> 猫さん、内心者に響くからね。そうなんですよね。そう、なんかね、疎内心みたいなのもあるみたいです。あ私、よくわかんないね。あ、今日もね、なんか、心の説明会みたいなのがあって、 私はほうなんか先生の話がほんとになんか長すぎてみたいな感じで聞いててもう途中は多分記憶にないから多分寝てたと思いますもうこんな感じになってこんな感じになって <laughs> 寝てましたところどころ起きたらもうページが1ページぐらい進んでえ今ど,どこどこどこみたいな <laughs> そうみんなねほぼみんなこんな感じで今どこみたいな起きててもどこみたいなことが多いです <laughs> キャラメルタワーさん、あ勉強好きなのなわけ。<laughs> 勉強好きなわけないじゃないですか。でもね、あの授業結構好きかもしれない。楽しいからね。<laughs> そう、なんか、特に社会が最近好きで、最近の3年生になって公民の授業が入ってきたんですけど、すごい、この公民の授業がね、すごい楽しくって、なんか。 歴史の授業とかさ、なんか縄文時代のことやって何みたいなのがあって結構私の中でだからなんかでも公民とかってやっぱ政治のこととか知れるしなんか今,今のことについてねなんか必要なことが多いからあなるほどって納得する部分が多いんだけどねだから歴史とかってさなんかふーんでみたいなのが多くて <laughs> そうだからねなんか なんかね、特に縄文のところさ、なんか長くやんないで、しかもね、その縄文のところとかって、なんか本当かわかんないのになんか、なんであんなことしなきゃいけないのとかさ、なんか思って、特になんか先生がこういうことがあったかもしれませんみたいな。かもしれないどっちだよみたいな。な <laughs> んか結構あって。だからなんか、そう、だからね、特に。あ、だけど、最近のなんか平成のこととか、昭和の歴史は、 ああなるほどなとか戦争のこととかについてはああ確かにとか思うんだけどね平安時代とか何みたいな日本のことがどうのこうのって言われても分かりませんみたいな <laughs> そ,うもうその資料だって正しいのか分かんないのにさ <laughs> そう学ぶのがねもっとなんか最近のことをねもっとね学んだ方がいいと思う <laughs> そうでもね社会は全体的に好きかな デリーさん、でも今日はちょっと大人っぽいおそうですかでも今日ね化粧ねアイライン引いただけだから <laughs> だってねご飯、夜ご飯食べ終わったのつい10分前あ10分前始める10分前に食べ終わったからそこから洋服全部きあ、洋服着替えてあのー、<laughs> アイラインゲーって引いてきた感じ眉毛も描いてないから薄いよ <laughs> あの私実はなんかね眉毛がねやたら薄いのなぜか知らないけど <laughs> 剃ってもないのにみんなに剃ったのって聞かれるぐらい薄くって書かないと、ね、のっぺらぼうなの遠くから見ると <laughs> そうそれくらいあれだからねえー、っとそうだからえでもなんか化粧してないの大人っぽいのはあと髪の毛垂らしてるからかなあと最近寒いので髪の毛をね学校に垂らしていきます そうやっぱ髪の毛垂らすと楽だよ朝 <laughs> 朝ね毎回髪の毛こうやってやってこうやってこうやって二つ結びにするとかやると結局やっぱ10分ぐらいかかるんですけどおろすだと、まあ、溶かしてと前髪が乱れてたらちょっとドライヤーで直してピンで留めてだけだからまあいやー最低でも5分ぐらいだからまあでもまあでも長くかかるときはまあ10分はかかるかな だからね、そう <laughs> 楽だからねでも体育の時になんか結ばなきゃいけないから、まあ、それがちょっとめんどくさいかなこうやって横結びにして適当に結びまーすどうせね体育ぐちゃぐちゃになるからいいんだよね <laughs> あの実はあ,のあれやってるんですよなんだっけ今バレーボールやってて そう、私ね、意外と活躍してると思うんだよな <laughs> そう、私ね、体育すごい苦手なんですけど、そう、バレーボールだけはね、結構、競技の中では好きです。あの、競技だと、バスケットボールは逃げるし、私。<laughs> ボールキャッチするんじゃなくて逃げるし、あの、野球なんかはもうボールが来て、キャッチしてって言っても、ギャーって逃げます。即。<laughs> できないけど。<laughs> そう。 うんこの間までキャッチボールさえできなくて <laughs> まなみちゃんいくよ、はあこっちこっちイヤみたいな感じ <laughs> こっちこっちとか言ってきながら逃げるからね一番立ちが悪い <laughs> よしまささんあまささんだるま0個ありがとうございます待って、ね、20個目かなありがとうございますったよしあっかさん初見ですかわいいありがとうございます あそうだ、そうです自己紹介をしまーす私は中学3年生15歳の池上愛美ですそしてそして <laughs> そして私はですね東京ガールズプロジェクト、えー「恋をするなら17歳で」に出演しています皆さんね東京アイドル劇場の方でやってます、えー、品川の南口の方のジョイサウンドの方でやってます ぜひ来てください。えっ、ー、と、11月の19日にやります。皆さん来てくださーい。えっ、ー、とー、それから、Twitter のフォローもよろしくお願いします。えー、学ま生きがみで調べていただくと、えっ、ー、とー、出てくると思うので、生きがいみで検索していてでも出てくると思うので、ぜひ来てください。それから、 えー、ツイッター、あ、ツイッターじゃない、ショールームのルームフォローも、この辺かなも、よろしくお願いしまーす。ね、ハートボタンをプチッと押していただくだけなので、ぜひ、お願いしまーす。あ、ね。<laughs> はい、ありがとうございます、若さん。ルームフォローもよろしくお願いします。いやー、なんかね、初見さんさえすごい来ていただけると、すごい嬉しいです。<laughs> コンタレックス、あ、 D&E!D、e、だはあ、はあ、沖縄アクターズスクール出身のラブイズ。あー、なるほどね。あ、D&D だ、そうだ。そう、なんかね、D&D さんとスピードとか、あの辺がね、ちょっとごっちゃになるんですよね、いつも。とかが、うん、ごっちゃになる。<laughs> あの、ココとの、ココのなぜとか、あと、南の陽子とか、 とかあとはあ、三リーさんのとかは、あの、個人だからすごい、なんか印象があるんです。なんかどうしても D&D ってね、スピードがごっちゃになります。<laughs> あ、マサさん、また10個ありがとうございます。30個目かな。ありがとうございます。コンタレックスさん、ラブイズメロディーえっ、ー、と、リアルタイムで CD 買ったよ、当時。えー、すごいいやー、ザ、まさにですね。ザ、 まだまさにまさに D＆D 世代かな <laughs>。いやでもねあのー、たまにねあたまにねなあマイシナちゃんが言ってたんですけどあのー、なんかうんとオリジナルだと思ったって <laughs> そうなんかね歌詞をあのー、この声を柔らかるためにちょっと2番から使ったりとかあのー、わざと その1番と2番をごっちゃにして使ったりとかしてるので結構ねせなちゃんも「えこれオリジナルの歌詞かと思った」っ <laughs> て1番聞いたら全然違う歌詞だったから「そう思った」って言ってたりとか <laughs> しますああとか結構言って言って,て「ああ確かに」ってすごい思いました。 キャラメルタワーさん。全然ダジャレ気づかなかった。さすがっす。ええー、恋じゃなかったのかええー、私そうだと思ったね。<laughs> なんか、あのー、こう、あれと、なんだっけ、えっと、んと、あれ、あれ、これさっきのやつ。あ,ったあ、違う違う。あ、あった、これだ。そう、欲しいのと、あの、欲しいですかんとこが、いいじゃなくて、もうわし棒だったからね。余計なんかそう見えちゃった。<laughs> え、だからあのケルメロターさんねこれからもこれを使ってくださいね <laughs> ダジャレ <laughs> 99個星投げて欲しいですかって <laughs> あペンタブさんこんばんは、えー、10月15日のラブイズメロディーのソロの部分すごい良かった動画見たけどおおありがとうございます私あのソロの部分すごい好きなんですよね昨日までの私をみたいなところね歌えないから <laughs> 私を間違ってないよと言ってくれた君だけが <laughs> そうよいしょ私このねとこがすごい好きだしあとみゆさんのところもすごい好きなのねなんかあの英語のところと「Oh a お w a y s my あ、んなだって英語がわからないからやっぱやめとこう <laughs> えっとあとねあの金崎ちゃんの「君」「君」がのところがすごく好きですなんかかっこいい <laughs> コンタレックスさん「野田玲奈さん2010年3月の池袋サンシャイン」のイベントで撮った写真あったえー、すごい奇跡じゃんえー、奇跡奇跡奇跡 へえ、ー、そうなんだ。あ、あの、サンシャインのところか。ああ、私、あそこ、たま、たまい、何回か行ったことあります。あの、池袋ね、あんまり行かないんですけど、なんか前、あの好きなキャラクターの人と、あのディズニーも好きなんですけど、ジャッキーっていうキャラクターにすごいハマってて、<laughs> その時、そのイベントが池袋であって、見に、あ、買いに 買いに行ってグッ,ズをグッズとかイベントに行くために池袋に行ってサンシャインのところでいろんなことしました <laughs> えっとキャラメルタワーさん、ま、なみちゃん HKT 入ったらあ HKT かえー、待って HKT ってどこだっけ そう、なんかね、なんかね、そう、SKE とかね、HKT ってどこだろうえ ?HKT ってどこだったっけえは <laughs> あキャラメルターン教えてください。HKT どこだっけえー、あれ、指原さんが。あれ、マジでえーっと、うーんー、あ、博多か博多か博多 <laughs> 遠い。<laughs> いやーでもな、HKT もいいけど、私入るんだったら、結構、欅坂とか、なべ坂とか入ってみたい。<laughs> そうなんかね、けや坂とかかっこいいダンスとかがあって、そう、そういうなんか感じがいいなって思います。チェリーさん、友達だと思ったら、全然知らない人だったみたいな。あれ、なんだっけ何の話してたっけえー、っと。 友達だと思ったら全然知らない人だと思ったみたいなあえ待ってえ何の話ですかさ、ね、教えてください待って今まで話したことね全部忘れちゃうからダメだな <laughs> え待って何なんだっけ 教えてください。<laughs> ゼリーさん、まなみもあと3年で選挙権が、ああ、そうなんですよ。あのー、16年からかな ?15?16?16 年か。16年から、あの、選挙権がね、18歳に引き下げられて、そう、受けられるんだよ、私。私。<laughs> やっとなんか政治に参加できる気がする。でもねー、 ちょっとね心配かな。でもなんかこの今公民でね選挙のこととかやってたんだけど、その時にやっぱね選挙する人が少ないって言ってて、やっぱね選挙はね皆さん選挙行きましょう。今日一票。<laughs> そうやっぱりなんかやっぱ一票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 って結構ね大切みたいですよ。うん。 なんか意外と若い人とかは「その僕私の1票僕私の1票がそんななんかに、ね、反映するわけないじゃん」って言う思うかもしれないんですけど意外と入るらしいです。<laughs> で、社会の先生が言ってましたそうそれけ結構勉強してるでしょ私 <laughs> 先生の雑談もちゃんとメモしてるからね <laughs> そううんーとあゅうさんこんばんはありがとうございますあ 猿のアイコンの方ありがとうござい,ますいしょ猫さん実生活に役立,役立たないと思える無駄な知識が人間の幅を広げるのですよ <laughs> 猫さんめっちゃいいこと言ってる <laughs> 確かにな <laughs> そうでもねでも縄文時代やっぱ学ばないとこの後の歴史ってっあのー、ね 変わってきちゃうからね、変わってくるっていうか、ちょっと変わってくるってない、な、なんだうーんと、縄文、縄文時代の、えっ、ー、と、ことを学ぶことで、<laughs> 平安時代とかね、飛鳥時代とかの方に、あのー、つながってくるわけだな。 待って、私今何を言おうとしたんだ。まあ、いいか。<laughs> しゅうさん、個人的にですが、H. K. T. フォーティエイトの三期、三期生の。坂本。坂本。これ、なんて読むんだ。アイレーナ。なんだろう。坂本。あ、マレナ。なわけないか。アレナ、違うん 坂本さんに似てますね。えぇ、ー、待って。えぇ、ー、どんな方なんだろう。見てみたいな。へえ。ー。え、待って、これ読み方教えてください。坂本なんて読むんだろう。あ、キャラエルタワウスありがとうございます。エレナか。ああ、エレナさんって言うんだ、これで。なるほど、なるほど。調べてみまーす。え、待って、調べてみよう。坂本、エレナさん。ちょっと出てくるかな。 そう今ね、携帯で配信してるからねパソコンで調べるしかないんだよなーえっ、ー、とえっ、ー、とさーかもとえー、えー、あ出てきたこれだどんな人なのかなー画像 ーえー、すごいいい人だいや全然似てないよ <laughs> いやだってかわいいんですもん坂本恵里奈さんえー、すごい綺麗な方だえー、えー、すごいいやそんななんか似てるなんて <laughs> 怖くて言えない <laughs> シュウさんキャーキャーしょシュウさん拍手喝采 <laughs> あカッ喝采読めたぞパチ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 キャラメルタワーさんめっちゃ前の雑誌のメイキング的なの YouTube で見たよああの兄のメイキングですかねわかんないけどあれなんだ何のメイキングだろうえどんなやつでしたかメイキングあれなんだろう雑誌かなああれかなな、ま、んかモデルみたいなやつかな 懐かしい <laughs> それは何年生の時だろう4年生とかの時かなすごい楽しかったですあのミュージカルのお友達とかがいて一緒に写真とか一緒に撮りましたええ「修さん50マナミん」五十 なんだろう <laughs> え、なんだろう ?50 万人って。わかんなかった。しゅうさん、中学生は8時までかないや、えっ、ー、と、私は9時までです。あのー、事務所の方に、えっ、ー、と、中学生は9時までって言われたので、えーと、毎回ね、9時ぐらいまで配信してます。なので、<laughs> そう、9時ぐらいまでね、配信してます。そう。あ、痛い、腰が。そうです。でもなんかね、 えっと AKB とかは8時までみたいですねえー、っとまあ、もう守るさんこんばんははじめましてフォローしましたあーありがとうございますすごいなんかフォローしていただけるのは嬉しいですありがとうございますいやこの間見たらねなんと100人超えててびっくりしました <laughs> そうこれだけやっぱねやってると来ていただけるんだなと思って嬉しいです ありがとうございますいやーまたあの配信続けるのでぜひもう一回とか何回も来ていただけると嬉しいですコメントたくさんよろしくお願いします杉本さんあこんばんは、ま、なみんこんばんはありがとうございますこんばんはまささん恋のロープをほどいちゃダメダメで、ま、なみさんがロープをほどくような振り付けのところが好きですあそうですあそこねロープをこうやって。 ほどいてますで真ん中の2人はこうやってこれなんだろうな糸,糸のなんか歯車じゃんなくここにこう糸が引っかかってて私たちが引っ張ってるみたいなイメージで振り付けされていますそうなんかね声のロープはあの最初ねあの1人の人がこうやって引っ張ったら私たちがくるくる回るんですけどあれは結構ロープがほどかれた様子をイメージして踊ってますなので あのー、なんかちょっとぶつかっちゃってもあみたいな <laughs> 感じですえっ、ー、と何だろうなそのロープの妖精みたいな感じです <laughs> そう何とも言えないから <laughs> あマサさんハート10個ありがとうございます嬉しいあでもなマサさんあのそのそこういうところに注目していただけるのはすごい嬉しいですそうね <laughs> あの恋のロープは結構ブリブリ系なんですけどある意味ラブイザーね結構正反対な感じがしますキャラメルタワーさんと猫さん博多だよありがとうございますえーと、うん、あチュコットさんあ <laughs> ありがとうございますわなみんのダンス良いものねいやー良いものねって <laughs> ありがとうございますよいしょ ゼリーさん、いや忘れてわらわら <laughs> ごめんなさい <laughs> そうすぐ忘れちゃうんですでしょキャラメルタワーさん将来は選挙の議員になれるんですねそんなわけないじゃないですか <laughs> 私そんななんかあのなんか蓮舫さんみたいにこうバンバン言い返せるタイプではないので多分無理です <laughs> そうなんか私思ってることもねバズバズバ言えないんですよね いやーでもなんかね、キーさん、公務員の授業でねなんか見たんですけど、いやー税金無駄にしないでほしいなって <laughs>、つくづく思いますね。<laughs> そう。税金だよ、税金。<laughs> 税金超重要。チュコットさん、結構大切。笑えなんだっけ、結構大変、なんかいったっけ あ、あ、選挙のやつだ <laughs> 結構大出ですからね選挙皆さん行ってくださーいえっとデミュさん今日投票してきたよお本当ですかおーあの私のいつも選挙してるところが今工事中でね使えないので今私の学校で選挙やっててまあ平日は使えないので土日だけの選挙になるんですけど いやー、パパが行ってたかな記期日前投票そう。ママはね、あんま行かないんですけど、選挙。パパは結構行きます。でもね、なんか結構、そ選挙をしない人の理由だと、結構なんか、そのいい、目ぼしい人がいないとかありますね。そう、大変な。うーん、まあ、 昔ね、ちっちゃい頃は結構選挙ついてってて、よくね、なんだっけ、あの、うん、一番最後に行ったのは多分、あの、松添さんの時、松添さんに決まる時の選挙で行きました。えー、ルートさん、まなみんは、マナミん48イコール、え、<laughs> MNM48 を作ってセンターをやるといいですよ。<laughs> 言いにくい <laughs> !MNM48 だって。はは、学みか。なるほど。あの、長いわ。<laughs> MNM48。なんか B 入れたくなる。MNMB48 って。<laughs> いやー、言いにくいわ。<laughs> おにぎりさん。お今フォローしました。ありがとうございます。 じゃあ今日でフォロワーが増えたかな <laughs> ありがとうございますなんか今日いっぱいフォローしていただいてるありがとうございますうんーとえーとんーとあルートさんもしくはヤバ y MS48 山育ち48とかどうでしょう何それ <laughs> なんかさ変だよバカにするでしょ山を <laughs> いやでもね私山育ちとか言っときながら私東京だからね住んでるの <laughs> 一応でもね登山に出るのにはやっぱ時間はかかるあなんか待ってあ何もなかった <laughs> えーっとねえー、っと <laughs> そう山だといってもまあそんな山でもないかなうんうん <laughs> そう山を下れば普通だよでしかも山下るときもね あのー、土じゃなくて一応コンクリートだからハハヤくなる時コンクリートだからね <laughs> あの砂利道とかじゃないからよいしょえー、っとえー、っとああエリナさんねキャラメルタワーさんなんかねクバのぬいぐるみとか持ってたあやっぱりそうだ撮影会のやつだあれはねなんかよく分かんなかったな、うん でもなんかいろんなお洋服を着てすごい楽しかったです。そう。うんうんうん。懐かしい。あ、こうやってやってましたね。こういう感じで。あの写真はね、すごい。ビデオに焼いていただいて。すごい。<laughs> そう、結構ね、学校の人にもそれ見られます。猫 <laughs> さん、そう、ミュージカル。いつかまなみンのソロを聞いてみたい。いつかねー <laughs>。 ね、頑張りまーす。頑張るからね。ね,ね、猫さん、頑張りまーす。<laughs> あ、チコットさん。なんだろ、これ。うーんと。ハリネズミかなお紅葉のハリネズミだ。ありがとうございます。<laughs> トモさん、こんばんは。ありがとうございます。いやー、コメント残していただいて嬉しいです。ありがとうございます。 キャラメルタワーさん、本当に公民詳しすぎないか笑え、そうですかねへへ,へ,へあ、もう公民100だな。<laughs> なわけないけど。いや、でも公民なんか好きだからね。自然と頭に入る。なんかもうねその、その前の授業が数学とかで、みたいな感じで聞いてるのに、社会の時は、みたいな感じで <laughs> 聞いてます。そう、公民なんかね。 でもつまんないときはつまんないからつまんないときはこうやってやってます <laughs> そうこうやったりとかこうやってやながら寝る <laughs> っていうのが私流です猫、えー、さんママバラ <laughs> ジェリーさん松添さん黒歴史ですよね懐かしいでもあんまね松添さんね覚えてないんだよなあのー、小池さんの方がね印象が強い そう希望の塔とかね、なんで希望の塔を作ったんだって感じ。<laughs> なんか授業で、なんか、その授業でやる前日ぐらいに希望の塔ができて、<laughs> そうまだ教科書にねあの、新しい2つの塔載ってないの。<laughs> 面白いよね。そう、先生が、じゃあ維新の,維新の会は誰,誰が代表ですかみたいな。とか、あと、なんだっけ、あの、共産党のね、 えっとー、代表の方はどれです誰ですかとか、自民党の代表は誰ですかみたいな質問をしました。でも覚えてない、あんまり。そう、顔思い浮かぶんだけどね、名前がわからない。そう、日本維新の会とか、名前、あ、名前じゃない、顔思い浮かぶんだけどダメだね。<laughs> キャラメルタワーさん、好きな芸能人は誰ですかあー、なるほど。 好きな芸能人か。私ね。<laughs> えっとね。あ、今日相棒の日じゃん。忘れてた。あまあ、撮っといてね。<laughs> そう、それくらい私好きなんだけど。えっ、ー、とね。うーんーと、相棒のねうーん、一番最初の寺脇さんとかは好きです。あと誰が好きかな。あとは、 私相棒あ、でん相棒のねじゃん、こんなのんうんうん分かってるはい <laughs> <あれ> <laughs> 相棒の本をね持ってますじゃーんすごいでしょう私これすごい好きなんですよあとねこれ今すごいあの文字も結構大きめのやつなんですけどもう一つ今学校で読んでるのは えと今やってるシリーズっていうか今やってるシリーズの1個前のえっ、ー、と1個前のやつの、えー、と本を持ってますそれは結構ちっちゃい文庫本になってますえっ、ー、とじゃそろそろまたあの紹介したいと思います えーっとじゃんあ違うわ <laughs> と私は中学3年生15歳の池上愛美ですこんにちはえー、っと私は東京アガイルズプロジェクト「えー、恋をするなら17歳で」っていうものに出演しています、えー、そして Twitter、えー、もやっております Twitter、えー、で詳しいことチェックできるので えもしよかったらツイッターをやっていたらフォローよろしくお願いします。あとね、ショールームのルームフォローもよろしくお願いします。ハートボタンポチッと押していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。よし。よし、よし、よし。えっと、芸能人の話だ。あとね、あと相棒も見るし、だからあとね、アイドルとかだと、んジリさん。 えーと高橋慈里さんのことが、えー、すごく好きです、私すごいミュージカルをやってたって、あのやってやっててそのミュージカルに、えー、出て一緒に共演した時に高橋慈里さんがあの主役、主演で、えー、<laughs> そう慈里さんにぎゅーって、愛美ちゃんってぎゅーってしてもらえて、すごい嬉しかったです、<laughs> そう今でもね、ぬくもり感じる。<laughs> そう。すごい好きです。だって今、猫さんのコメントで。19日の告知もしないと。そうだね。そう。えっ、ー、と、東京ガールズプロジェクトで、えっ、ー、と、19日のチケットがですね、11月の19日にも私出演します。11月19日のチケットが今夜10時発売となるので、皆さんぜひ、えー、買ってください。 よろしくお願いしまーす。<laughs> よろしくお願いします。えっ、ー、とね、今どこまで見たか忘れてしまった。えっ、ー、と、まささん、普段はどんな音楽を聴くんですかあー、音楽か、うん。最近ね、携帯変えちゃったんだけど、この前まではずっとディズニー携帯だったので、えっと、ディズニーの音楽をダウンロードして結構聴いてたりしました。 うん、あと、昭和の曲が好きなので、斉藤由貴さんの曲を聴いたりとか、うん。私が好きな曲は、悲しみをこんにちは。と、あと、白い炎でしょそれから、青空のかけらも好きだし、あと、卒業ね。私卒業から入りました、斉藤由貴さん。あとは、うーん、悲しい小鳥とか、うん、 なんだっけなあっあっあっあ,あ,あ,あれだえっ、ー、とー探し物は何ですか見つけにくいものですかっていう歌詞わかります <laughs> そうその歌詞の曲が好きですあと何だっけなあとはうーんと木ンのハンカチーフとかあと何聴いてたかな うーん、聞いてるかな何の聞いてるかな木綿のハンカチーフも好きだし。うーん、マス、あ、あ、赤いスイートピーとか、あと、プリプリの M とか、聞いたりとか、歌ったりとかします。あ、あと、うん、タッチとか、あ、井上陽水だそ,だそうだ、そうだデビューさん、ありがとうございます。<laughs> そう。とかね。 好きですねうんうんえー、っとうん、えー、とあおうちゃんさん遅くなりましたってありがとうございますいやおうちゃんさんもねすごいありがとうございますやった猫、ね、さん品川まで何時間何分うーんまあうーん家から考えると多分1時間 半ぐらいかな1時間20分ぐららいいかかかな時間分りますそう遠いんですよね品川も練習も遠いのでまずその中心に出るまでがすごい時間かかるからそこからも遠いんだけどねチコットさん山育ちなの <laughs> そうだよそうだよって,ってもでもでもえっ、ー、と東京の山 <laughs> でもね何駅か乗ったら東 まあ、まあ、あのー、何駅か乗ったら15分ぐらい乗ったらまあちょっとした都内に出るかな <laughs> しょコンテレックスさんえー、っとうん舗装されたばかりでピカピカの道路わらあーそんなかなあどうだろうな小学校34年生ぐらいの時にね えーとーコンクリートが新しくなったりとかしましたそうでもねやっぱりね人通るしあと雪がすごい降るからここえどこのえ,どこ,のえここ雪降るよねコンクリートうん雪が降る <laughs> そう雪が降ったりとかするからね結構汚くなるしえっと雪が <laughs> 雪が降っていつだったっけなすごい大雪が降った日なんかはもう次の日はねもう本当に歩けないのみんなが変に拒否しちゃうと <laughs> そう雪がすごいから前7 0ンチぐらい積もった時だよ <laughs> 車の上にこんなんなって積もれてんだよ <laughs> びっくりしたで次の日も学校も,もう1時間ぐらいかけて行ったもんもうなん坂下る時も なんかスケートみたいにして、なんかズックは、ズックじゃないやスノーブーツを履いてたんですけど、そう、スノーブーツを履いて、みんなでこうランドセルしょってしゃがんで、こう、スケートのようにバランスを取りながら、こう、滑って降りたりとかしました。そう、それくらいね、あ、山だから <laughs>。とか言っといて、そんなでもないと思うんだけどな。 えーと、としさん、こんばんは、はじめまして。こんばんは、はじめまして。YouTube 見ました。ありがとうございます。やっぱ YouTube 見ていただけるとね、嬉しいです。ありがとうございます。イェーイいや、もしよかったら、あの、Twitter のフォローとかもよろしくお願いします。嬉しい。ゼリーさん、苦手教科って何あー、苦手な教科か。うーんー、苦手な教科は、 んあ、美術、美術。<laughs> そう、美術苦手。あの、私の絵本当に悲惨だからね、見せるわけにもいかないぐらい悲惨なのね。<laughs> そう、だからね、すごいね、苦手。あとね、何が苦手かな。体育とか苦手だし。あとは、うーんー、そう、体育の技術の技能とかね、美術の技能的なものがダメだよね。<laughs> そう、先生に笑われるもんね。そう。<laughs> 今はね、京都の文化財の絵を描いてるんですけど、それはちょっと自信があります。あの、金閣寺の描きました。すごいね、意外とね、できたんじゃないかなと思っております。<laughs> えーっと、キャラメルタワーさん、公民の時間なんて、後ろのロッカーに教科書を置いたまま受けるぐらいだったわ。ええー、そんなのはやばくないですか <laughs> ちゃんと受けてくださいあでもうんと家には教科書持って帰りませんね全部おき弁今日もね多分英語しか持って帰ってきてないなうん <laughs> 結局やんないんだけどねそうそれが全部おき弁してるいやだっておき弁しないとさ重くて持って帰れないもん <laughs> テスト前は時刻だけどねよいしょ さん、なみカメラよかったですあーありがとうえっと特に猫さんが出していただいてありがとうございますいつもママが厳しくチェックしております <laughs> 厳しく厳しくチェックしております <laughs> カントレックスさん昭和時代の一部の地域ではひひじつのひじついているだけで送られたんではえそうなの あ、でもな、昔ってやっぱ、あの、先生の方がなんか強かったですよね。今ってなんか親の方が強い気がする。<laughs> ルートさん、マナミン劇団四季に入って私をシアターに連れてってください。えー、<laughs> はい、まず入んなきゃいけないのか。<laughs> 劇団四季に。頑張んなきゃな。<laughs> ジェリーさん、日本マナミン党を立ち上げてください。ええ <laughs> 何それ一瞬で破滅じゃん議席数も取れないな <laughs> マサさんマナミントでき,できたら党員になりますええー、<laughs> いやそんな大丈夫ですか <laughs> えっとあっ猫さんしましたえー、ランクスさんポチあランクスさんありがとうございますありがとうございますよいしょみかんさんあみかんさん こんばんは、ゆきぷりですね。そうだー、みかんさんも見に来ていただいてありがとうございます。と、うんと、ゆきぷりは、4月かな今年の。うーん。あ、CV さんえー、来れないって言ってた。<laughs> 仕事中なので少しだけありがとうございます。イえーいありがとうございます。えー、っと、コンタレックスさん。 声始めまししててカバーして本当にえ何、ー、だろう「声はじめまして」って曲があるのかなあーちょっと探してみます何だろうカバーするのもねちょっと声はじめましてうんーあ声始はじめまして誰が歌ってんだろう斉藤由貴さんかなあ夢の中へそうそうだそうだ夢の中夢の中へ行ってみたいと思いませんかルーーっていうのがありますよね歌詞で ああ、ありがとう。ああ、そっかそっか。そうだそうだ。え <laughs> じゃあさ、最後にやります。スクショタイムしよう。猫さん、悲しみよ、こんにちは。も、卒業も、シングル持ってる。CD じゃなくて。ええー e、E、EP って何だろう ?Excel? 違うな。EP って何だ ま、いや。ええー、すごい。ええー、そうなんだ。ええー、いいなー私、ほんと、斎藤さんの曲好きなんだよな。なんか、歌いやすいしね。すごい。まささん、悲しみをこんにちは,は。まなみさんがよく歌うって、学ぶママがコメントしてくれました。あー <laughs> あ、あ、そうだ。なんか、まささんが言ってたよって言ってた。 そうなんです私、こう、悲しみをこんにちは。大好きで。そう、なんかね、好き。<laughs> 皆さんも聞いてみてくださいよ、絶対。<laughs> えーっと、シュうさん。ああ、そう、夢の中ね。そうそう。コンテレックスさん。んのハンカチーフ、自分でさえ生まれる前の曲だよ。ええー、<laughs> そんな古いんだっけ <laughs> そう、なんか前、えー、YouTube でたまたま見てたときに、んのハンカチーフを歌ってる。 え、んだっけあの人。うーん。前田敦子と、その本家の人が歌ってるのを聞いて、あ、こういう曲があるんだと思って、まあ、木、萌えのハンカチに振って調べたら、いろんなのが出てきて、まあ、そこからどんどん幅が広がっていったって感じです。ルートさん、太陽に吠えるわ、まあ。もう見たんですかああ見てないああ、なんか前、ショールームであったな。いやあ、なんかねー。 やっぱりね相棒を見たいね皆さん相棒おすすめですよ <laughs> そう今日ゲるんだよね今日からだからねえー、何シリーズだろううん忘れちゃったけど13が解散だから1415161720結構いってるよねすごいと思うえっ、ー、と守さん 何かペット飼ってるああ、飼ってないんですよね、私。私実はね、うさぎがすごく好きで、うさぎ飼いたいんですけど、まあ、育てられないって言われて、飼ってないんですけど、飼いたいでーす。ママ飼いたいでーす。<laughs> そう、私すごいペットがね、好きだから。んーとね、あと、ドック、ドックっていうか犬犬もすごい好きです。 あ、でも舐められるのがダメだ、私。<laughs> デミさん、遠いね、でしょそう、本当に遠いんだよ。<laughs> えー、シルクさん、キャンディーズも歌ってたよね、システラのゲストの時。あそうですあれ、大好きなんですよね。そあの時は鼻詰まってたけど。猫 <laughs> さん、東京で雪え降るよね東京で雪。はい。<laughs> ステリーさん、 でも、ちょっと歩いたら他県とか。そうなんですよね。ちょっと歩いたらもうすぐ他県。<laughs> そうなんだよなぁ。うーんと。もうね、中学が県境みたいな感じだからね、ほんとに。<laughs> チョコットさん、東京の山とはいえば、うーん。立原はな違うな うん、ハリハラ村違うなうん <laughs> なんて読むんだろうこれ、うん、見たことあるんだよなこの感じ実は金曜日関係なんだけど普通にやばいなえもうなんて読むのらむらこうえらむらだってあっこれでラ原村って読むのああなるほど へえ、そうなんだ。なん、日の丸になってるの聞いたことあるの行ったことあるかなジェリーさん、次はお絵かき配信でお願いします。ばらね、絶対バカにするでしょ、私のこと。あははは。やだよ。<laughs> シルクさん、金閣寺内を見たい。そう、でも今ね、書き途中で今色を塗ってます。ポスターカラーで。ポスターカラーじゃないわ。えっ、ー、と、ポスターカラーの絵の具で塗ってます。 あの出来上がったら持って帰ってくると思うので見せたいと思いまーすでもねなんかね金閣寺あまささん金閣寺の絵はハードルが高いって言うんですけど <laughs> あの<ー笑>あのー <laughs> ハードルが高いって言うんですけど皆さん私あのー、なんか写生が写真を自分の先生が撮ってきた写真なんですけど この写真から選んでって言われた時に、金閣寺を真正面から撮ってる写真で書きました。<laughs> そう、なんかね、三点倒じゃないや、二点倒地図法の角度から描く金閣寺絶対書けないから、私。<laughs> だから、真正面から描くやつ。なんかね、ある意味金閣寺って分かんないと思う、あれ言われないと <laughs>。っていうぐらい、あの金閣寺じゃない金閣寺 <laughs> を描いてます。なんか、まっすぐのやつ。 猫、うん、さん、自信がありますとか、強気な姿勢が好き、バラバラ。ねえ、<laughs> 強気かな <laughs> えーっと、コンタレックスさん、え、お気弁それはいかんよ、中学生で。僕は高校は完全に手ぶらで行ってたけど。<laughs> 人のなことは言えないじゃないですか。っていうか、でも、小学校の時からお気弁してました、私。もうなんかね、みんなお気弁してるから、そう。 みんなお気弁してるからね、あんまり抵抗ない。<laughs> なんか、掃除の時に、先生が、あれあれこの机重いなとか言って、あの、ふざけてますけど、でもあんまりなんか言われないですね、先生には。レコさん、17センチアナロ、アナログドーナツ、あドーナツ版聞いたことある知ってる知ってる社会の字が出てきた、それ。<laughs> え,えっと。 猫さん、太田由美さんすごいあの声がすごい独特で好きです猫さん自分あ間違えた太田ひろ美そうだ太田ひろ美さんだ <laughs> えー、猫さん自分で全部お世話できるならねバイママ <laughs> はい言ってましたはい言ってましたー <laughs> ルートさん山に野うさぎとかリスはいないのですか 多分いると思います。でも、うさぎは見たことないな、さすがに。リスはいるんじゃないかな。その代わり、イノシシが出るからね。<laughs> そう。あの、でも、周りに田んがあるわけじゃないからね。うーん、あと何が出るかな。まあ、ちっちゃい頃は、フクロウの掛け声が聞こえてまし最近はね、全然聞こえないんですけど、ちっちゃい頃は聞こえてました。たぬきあー、タヌキそう、タヌキいるいる。確かにいるな。 シュさんえ <laughs> ゼリーさん、日野原さん、日野原ね。みかんさん、日野原先生なら知ってるよね。あ、日野原先生、あのー、ニュースにもなったんですが、えっ、ー、と、ハッパのフレディとか、あの、有名な病院の先生ですね。この間亡くなられた。あのー、有名なミュージカル、ハッパのフレディってミュージカルがあるんですけど、まあ、それでもね、すごい、舞台に出たりとか、すごいなーって。 いますシュウさん日野原村会社の同期の出身地ですああそうなんですか檜、ま、原村ってどこにあるんだろうどこにあるんですかね教えてくださしい白熊さん今テレビでやってるけど歌声きれいだからカラオケバトル出てみればあそうみんなに言われるんですけど私絶対出たくないんですよね結構よく言われるんですけど出ればいいじゃんって言われるんですけど 苦手。なんかね、テレビっていうか、そう、テレビでね、歌うのは絶対嫌だ。<laughs> 特にカラオケバトルとかって、やっぱりなんだろう、うーんー、J-POP じゃないけど、J-POP のやっぱポップスの歌い方って結構あって、そう、ちょっとやっぱ違うんですよね。今私が歌ってる歌い方と。だからね、ちょっとね、<laughs> そう、難しいかな。たかちゃんさん、初見です。何歳の人あ ありがとうございます。えー、自己紹介します。えっ、ー、と、私は中学3年生、15歳の池上まなみです。なんと受験生です、今年。えっ、ー、と、東京ガールズプロジェクトっていう、い東京アイドル劇場の方が、えー、プロデュースしてるに入ってます。じゃん東京ガールズプロジェクトです。 えっと、11月と、何、ね、えっと、19日のチケットが、えっ、ー、と、今月じゃないや、えっ、ー、と、今夜10時からなので、ぜひ見てくださあ、ぜひ買ってください。あ、違う、ぜひチケット買ってください。よろしくお願いします。19日に出演するので。 まだ日程は日程じゃない。時間はね、まだ決まってないんですけど。東京デー劇場の、あ、東京ガールズプロジェクトで調べてください。よろしくお願いします。うんと、みかんさん。5日もあるよって。あ、いくいつかもあります。でも私、いつか出演できないんですけど。試験前なので。みかんさん、政治過酷祭病院ですね。あ そうなんだ私あんま詳しく知らないんですよねせ露ろ <laughs> かせいかかなるほどせ露ろかねはいと「猫、ね、さんそうそうアイドルよりもミュージカルやオペラを目指してほしい」えー、なるほどへえ猫、ーね、さんはは <laughs> そっちかなるほどうんなるほどね 私すごいミュージカルから入っているのでいやせっかくならミュージカルずっと続けたいですたかちゃんさん太田ひらみを読み間違えた時にペロリと口あ舌を出したのが可愛かったのでフォローしますあありがとうございますいや嬉しいなんか今日はすごいフォローしますって言ってくださる方がすごいいっぱいいるので嬉しいですありがとうございます ルートさん、受験、推薦枠は取れそうですかまだわかんないんですけどね、次のね、多分最初面談で先生に詳しく聞きます。<laughs> そうね、早く受験を終わらせたいよ。ジェリーさん、猫さんと同じく <laughs>。ジェリーさんもか。なるほどな。実はね、この間ね、病院に行ったんですよ。腰の。そしたらやっぱりね、骨盤症になってて、そう。 やっぱのの位置が違うのでもそんな多分悪化してる方じゃないと思うんだけどレントゲンを取ったらねなんと腰のね背骨がねぐにゃんって曲がってたのほんとにこんな感じでびっくりしたよほんとになんか先生が「あーこれくらい曲がってますね」ってほんとにこんな曲がっててねびっくりだよ <laughs> 今私の背中でもね今腰も痛くてでも腰の痛みはねそれと関係ないって言われたんですけど でも痛いんですよ腰がで今湿布とかを貼って治してますで今度骨盤症専門の外来っていうかんと病院に行って詳しく検査するみたい側斑症あ側症かやだ側斑症だってえっ <laughs> 側斑症,症か側斑症の検査で そうなんかねちょっとね体がね <laughs> 動いてほぼないのにね、マ <laughs> サさ,さん、えー、心配、そんなねなんかでも思春期の女の子で私の年代ぐらいの女の子に多いいみたいです突発性側晩症みたいなのがあってそう,そういうのが結構、ん側晩症そう、突発性なのが多いらしいですでも原因不明みたいなのが多,い多くて。 そう結構あの学校でもねコルセットとかそうしてる人とかいます運動部の子とか結構多いですね特にうん特に、ね、運動部の子ってやっぱ動くからやっぱ腰とか痛めるからついでに病院行ったら言われるとか結構あるのかもしれないけどそうこの間レントゲン取りに行きましたその後は勉強とかをして <laughs> そう嫌だよね腰が痛いの <laughs> そう今何時だろうああもう46分だあと15分で配信を終了したいと思いますそうなんかねうーんなんだろううーんなんかねそう <laughs> 9時までってのがねでもね9時から相棒やるから皆さん私の配信があったら相棒見てね <laughs> そう相棒好きだから でも私関係の勉強しなきゃやばいんだけど関係やばいよ本当に <laughs> そう今日今日ね明後日っていうの知って普通にやばいわって感じですもうやだ泣きたいです頑張ります四字熟語頑張りたいしあと間違い探しのところ頑張りたいと思いますコンタレックスさん えー、卒業遠足のバスでマナミンの隣に座りたい。中3男子の気持ちを代弁。何それ <laughs> えぇー、何それ卒業遠足のバスでマナミンの隣に座りたい。えー、初めて聞いたぞ。えー、そうなんだ。ええー、なんで <laughs> 私の隣多分つまんないと思うな。私ね、うん バスね、すごい酔うから寝るの。<laughs> 寝るし、この間の奈良、奈良、奈良の観光はね、バスでやったんだけど、その時は爆睡してたから、どこで。知らないうちに寝てたね。知らないうちに法隆寺に着いてた。<laughs> ゼリーさん。えぇー <laughs> ルートさん、今日はメンバーの配信はないんですね。あ、そうなんですよ。でもなるべく毎回ね、メンバーの配信には被らないようにしてます。でも、ね そう、この間も時間はかぶんなかったんですけどやっぱ日にちはかぶっちゃっていつかしますホントレックスさんスポーツの強豪強豪校でついで、いついがんついかんばんヘルニアになった人いたよあやっぱいるんだでも学校にも確かヘルニアの子いた気がするでもヘルニアってどういうものかよく分かってないんだけどね私 <laughs> でも結構ね 怖いイメージ。猫さん、関係何級えっ、ー、と、3級です。そう、この間ね、受けたんだけどね、あと15点足りなくて落ちました。実は。寄付しました。<laughs> 関係協会に <laughs> 寄付をしました、お金を。えっ、ー、と、でも今日も今回もね、今日友達とね、あの、国語の時間にプリント配られて、んって言って、二度見返しました。<laughs> <laughs> えーっと、そう、この間ね、関係の勉強はね、あんまりしてなかったからね、危なかった。ジェゼリーさん、そうですす。ゼリーさん、寝顔がまた可愛いと思う。いや、それはないな。私、本当に爆睡する。中修学旅行の時にみんなに、まなみちゃん、白目だったよって言われました。あの、あの <laughs>、あれね、夜寝てた時に、ね、夜ね、夜ね。そう、夜ね、みんなで話しました、たくさん。1日目とか。 楽しかったでーす。と、んー、まささん、まだみんの隣に座ったら動けなくなりそうとてかん、と、得点会の1分間でも、あ、まて、1分間でも限界でした。ええー、ちょっと待って、そんなことしてたら大変だよ <laughs> 何もできなくなるからね。マジか。よいしょ、実はね、あ、でもないわ。<laughs> この間ね、なんかね、朝礼の時間に寝ててね、ずっと声えてたの。そしたらね、おならの音でブーってなってね、すごい面白かったですっていう話です。<laughs> どうでもよかった。まささん、ああ、バラチェックありがとうございます。まささん、今日たくさんプレゼントありがとうございます。コントレックスさん、寝て方にも、たれか、 もたれかかったら、男子嬉しいはず。いや、それない,いみんなに誤解されるもん。あ、ん理付き合ってんのみたいになるからね。しゃあないから。<laughs> ってなりますね。もうね、本当に困るよ。みんなラブラブしやがって。<laughs> そうでーす。そう。あ、待って。待って。今何時だあー、もう50分だ。あと10分だ。あなんかあ <laughs> よし、それでは、今日も、えっ、ー、と、やりたいと思います。とか言って。<laughs> あの、なんだっけ。宿舎タイムね。いきますよ。3、2、1、ポン 終了はい、終了です <laughs> はい皆さんスクショ撮りましたかはいありがとうございますマサ <laughs> さ,さんアイドルがおならの音とか言わないの笑,笑いいんだよ <laughs> いいなうん。あ、腰が痛いなんかずっと同じシェレると疲れちゃうよいしょ はい、ではね、また今日も宣伝していきたいと思いまーす。えーと、まもるさんいただきました。ありがとうございます。あの、もしよかったら、あの、ツイッターに上げていただいたりすると嬉しいです。あのー、探せる範囲、<laughs> 探せる範囲、あのー、あのー、インディします。それから、あの、フォローもね、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。気がに学びイみデ 調べていただけると出てくると思うのでよろしくお願いしますそれからあのルームフォローもよろしくお願いしますそれではじゃん東京ガールズプロジェクト「恋をするなら17歳で」に出演しています、えー、と次の公演は私が出演するのは11月19日で私は出るなら出,出ることはできないのですが11月5日もあります そして11月19日、十九日のチケットが今夜10時発売となります。えー、皆さん買ってください。よろしくお願いします。ね。そ,そして、あの、もし、あの、東京ガールズプロジェクトについてつぶやくば時は、東京 GP とつぶやいていただいたり、あと、恋17。えっ、ー、と、恋はえと漢字で、17は普通の数字、17。 恋,恋17で、えー、ハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。あの私もそこからたまにあの探したりとかするのであの、スタンプとか押せると思うので、皆さんぜひ、えー、ツイートとかよろしくお願いします。それから YouTube とかで、えーと、恋を知るなら17歳でと調べていただけると、 あの出てあのー、いろんな方が出していただいたあの動画が出てくると思うので、えー、もしよかったらそちらもよろしくお願いしますそれからもう言ったけどさっきも言ったけど Twitter のフォローよろしくお願いしますえー、まなみえっ、ー、とアンダーバー池上と調べていただけると出てくると思うのでよろしくお願いしますえと池上まなみで調べていただけるとえっ、ー、と池上は池に上で マナは愛すするに未来のみですもしよかったらよろしくお願いしますそして、えー、ツイッターのルームフォローよろしくお願いしますそう <laughs> ルームフォローがやっと100人もいったのでもっともっと次目指して200人だな <laughs> もっともっと増えるように頑張りますジェリーさんはーい杉本さんはーいはい顔が でもなんか、いつも2時間やって、今日は1時間半だったんですけど、今日はね、見ていただいてありがとうございます。嬉しい。いやー、あと、星投げも嬉しいです。ありがとうございます。えー、っと、それからね、今日も順位を、えい、ー、っていきたいと思います。まず、まず、ドゥルルルルルルルー3位。 ランディさん、ランディさん、ありがとうございます。で、十二位は、あ、シルクさん、ありがとうございます。えー、っと、十一、位、うんと、トモさん、ありがとうございます。えー、っと、十0位、あ、シュウさん、ありがとうございます。えー、っと、九位が、あ、シルクマさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。 えっと、8位、ヒロさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、7位がママで。えー、6位、あ、6位、マ、ま、サさ,さん、ありがとうございます。えーと、5位、うーんー、イーグルさん、ありがとうございます。うわ、犬がかわいい。<laughs> えーと、4位、あ、杉本さん、ありがとうございます。すごいいつも、嬉しいです。 4, 3, あ、チコットさんありがとうございますいや、3位、2位、1位はすごいな。<laughs> 2位、猫さんありがとうございますなんと、1位はデビューさんですありがとうございますいや、すごい嬉しいですありがとうございます。あの、またね、ショールームね、やりたいと思うので、皆さんぜひ来てください待ってまーす。なんか今日は、 470人の方に来ていただきました。ありがとうございます。でもこの時間やっぱ集まりにくいね。やっぱり。そう朝ねやった時はね、2000人、2500人に来ていただいて、すごい嬉しかったです。いやー、もっと頑張りたいと思います。えー、はい。<laughs> そうですね。すごい嬉しい。あの、ゼリーさんとかもたくさんコメントしていただいてありがとうございます。いやー、嬉しい。えー、シルクさん。 寝る時間ね早いわ <laughs> 今日はね、ちょっと勉強したいので、ちょっと遅くなると思います。えーと、杉本さん、はいはい、イェーイ。<laughs> ジェリーさん、楽しすぎました。また仕事じゃない日にやってね。ああ、<laughs> いやー、でも楽しいっていただけるのはね、すごい嬉しいです。いやでもショールームからね、あのー、恋をするなら17歳に来ていただいたら嬉しいなと思ってます。 いや、メンバーのショールームもね、すごく楽しいので、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。いやー、でもね、仕事のない日って難しいな。<laughs> やはり、難しいぞ。仕事がない人は。えーっと、マーモールさん、また楽しみにしています。あありがとうございます。すごい嬉しい。いやー、本当に。 もし、ルームフォローしていただいたので、あのー、きっと、配信登録とかすると出てくると思うので、もしよかったら、よろしくお願いします。また、楽しんでください。イェーイ。えー、っと、猫さん、テスト勉強か。で、落第しないでね。ねえ、ちょっとプレッシャーなんだけど。でもね、今回、本当にやばいんだけど。ねえ、なんかね、なんか、噂ではね、11月っていう噂だったの。 だからね、絶対まだ一週間あると思ってたらね、なんと二日後っていうね。二日後っていうかもう明後日だよ。もう絶対終わったよ、もう,う。泣きたい。頑張りまーす。<laughs> マサさん、腰お大事にしてください。ありがとうございます。頑張ります。あ、頑張りますよ、ね、ないやここね、ちょっと。何、またあの、側番症の、あの、病院に行ってね、どうなるか。 あのー、分かるのでカ <laughs> ウタレックスさん僕が中3の頃だったらこんなの考えられなかったよ個人 TV 曲え <laughs> こんなの考えなかったいやーでもね面白いでも、うん、でもねショールームすごい楽しいんだよな今そう 最初はね、ショールームってどんなものか分かってなかったんだけど、そう、いろんな方の見ててね、楽しそうだなと思って始めたら、すごい楽しかった。<laughs> よし。もう何時だろう。<laughs> もう9時になっちゃう。早い。いやー、楽しかった。いやまた見に来てください。よろしくお願いします。えー、たかちゃんさん。 普段どれくらいのペースで配信しているの今度は最初から見たいな思った。あー、うん。えっと、私の場合は結構気まぐれです。でも結構あのー、夕方か土日の朝、朝か夕方が多いです。うーん、はい。<laughs> あとあの、ツイッターとかで明日やりますとか、あの、出し出したりとか、あとなんだろう。 えっと、あの、ここのショールームでも、多配信登録で何、何時間ありますっていうのを出してるので、あの、そこでチェックしていただいたらすごい嬉しいです。いやーでも、たかちゃんさんありがとうございます。いや、ぜひ最初から見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。でも、だいたい7時とか7時半ぐらいから始めることが多いです。コントレックスさん、高33学期のテスト、これからな何,何の教科、 か知らないで受けたえー、やばくないですかそれはもうなんかもう中3になるとねもうみんななんかもう,もう10分休みでもみんなこんなんなってあのアーティストの時にね10分休みでもずっとこうやってみんな見て前理科の時に理科2種類に分かれてるんだけど1つの,あのちょっと点数があんまりない方の理科の時に全然勉強してなくて。 友達に10分休みの時に友達が書いたそのまとめノートをガーってめっちゃ見直してもうすんごいこ,うこれはこうだとかもうすごい覚えてやったら1問間違いであの他全部正解でそう何でも25点満点で24点でした勉強しなかったのに意外と取れたあとでも教科書を読んでました一応 <laughs> でもなんか最近教科書を読むといいなっていうことに気づきました。国語とかもすごい見直します。えー、っと、猫さん今。今日は前回の話を生かしてご飯とお風呂先に済ましましたよね <laughs> なんかすごい猫さん <laughs>。守さん、おやすみなさい。おやすみなさい。私もそうそうね。はい、だ。イナックスさん。あ、イナックスさん、久しぶりです。えー、今日、 お礼テスト帰ってきたんだけどえっと真面目な話するね帰ってきたテスト全部100点だったえ本当にそれヤバくないですか <laughs> 本当に本当 <laughs> えー、すごい100点えー、すごいねーありがとうすごい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 えー、でも数学100点の人とか本当にすごいと思う <laughs> いいなー。はい、私も期末テスト頑張りまーす。よし、その九時過ぎちゃったので。よいしょ。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、配信見ていただき、ありがとうございます。えっ、ー、と、今見たら五百人、行きました。ありがとうございます。いやー、またね、配信したいと思うので、配信登録とか、あとツイッターとかを。 チェックしてて最初から見てくださいよろしくお願いしますそれからルームフォロー Twitter のフォローそれから、えー、東京ガールズプロジェクトも見に来てくださいありがとうございましたまた来てくださいバイバイありがとうございますまたすぐやりたいと思いますゼリスおやすみなさい <laughs> <laughs>